オートコントルは17世紀中頃から18世紀後半までフランスのバロックオペラや古典派オペラで主流だった聖域である。ピエール・ジュリオットこの聖域は主に男性のソロ役、典型的には英雄的な役や友好的な役に使われたが喜劇的な役などにも用いられた。ルリは14の主な男役のうち8つを声楽用に作曲しており、 自身もオートコンテスタントであったシャルパンティエは、ラモーヤーとのグルックと同様に声楽用の作品を多く作曲している。17世紀末に、ルリのオペラの主役を演じた、王立音楽院の代表的なオートコントルは、ベルナール・クレディエールとルイ・ゴラールディ・ムスニーである。18世紀前半の注目すべきオートコントルには、まず、ジャック・コシロー、ルイ、クロード・ムライユ、 ドニー・フランソワトリブーラがいたが、彼らは20年代から30年代にかけて、ルリのスタイルとオペラを復活させた。ラモーのオペラやルリ,リのリバイバル作品を、王立音楽院で歌っていたのは、前述のピエール・ジェリオットとその代役のフランソワ、ポワリエ、ジャン・ポール・スペソラード・ラ・トゥール、そして宮廷での演奏を中心に活動していた、マルク・フランソワ・ベッシュである。その後、ジョゼフ・レ・グロスが、 フルックのために書いた主なオートコントル役には1774年版オルフェオとエウリディチェのタイトルロールやオーリードのイフィジェニーのアキレスなどがある。またフランスの宮廷音楽やバロック時代のフランスのソロカンタータにもこの声のための音楽が数多くレパートリーとして存在する。オートコントルの声の性質については多くの議論がなされてきた。歴史的には イギリスの作家はこの言葉をカウンターテナーと訳してきたが、この言葉の意味は音楽学的にも大きな論争の対象となっているので、特に参考にはならない。現在ではオートコントルは声楽家が言うところのモーダルで歌い、最高音にはファルセットを使っていたと一般に認められている。この声の典型的なソロの音域は C3 から D5 で、 18世紀のフランスの音程は現在よりも1音低かった。この高音域のおかげでオートコントルは軽やかな声だと思われがちだが歴史的にはそうではない。天文学者で旅行家のジェローム・ラランドは人は小さな声よりも大きな声を聞くことに喜びを感じると評しジェリオットの高音域の強さを高く評価している。ラランドはジェリオットの音域が有名なテノール歌手 アンジェロはモレボリと同じであると述べている。また、レグロの後を継いだ者たちは、ルソーを除いて、オーコンドルの音色に到達するために叫ばなければならなかったが、彼の音は最も小さかったとも述べている。近年、フランスのバロックレパートリーへの関心と演奏の復活に伴い、何人かのハイテノールが、オートコントルのレパートリーで注目を集めており、代表的な人物として、 マーク・パドモア、ジャンポール・フー・シェクール、ポール・アグニューなどが挙げられる。これらは、フレンチ・バロックのレパートリーを、他のレパートリーから排除して、歌うことはなく、全員が多かれ少なかれ、主流のテノールレパートリーの演奏に関わっている。ありがとうございます。